私自身は高校2年生の時に NPO のプログラムでカンボジアに行かせてもらって、でそこでいろんなこう問題を抱えている同世代の子たちを取材させてもらったんですね。例えば貧困だったり、貧困の中で起きてしまう人身売買だったり、そういう被害に遭った同じ世代の子たち でそれまでなんとなく遠い国で起きている大変そうな問題ってっていう輪郭のぼやけたものが一気にあなたと私っていう関係性の中でのあなたが抱えてる問題、自分の友達が抱えてきた問題っていう風に一気に心の距離が縮まっていくんですね。でも高校生だったので、何か自分に特別な技術があるわけではないので、自分にじゃあできることって何が残されてるんだろうかっていう風に考えた時に、自分自身が五感で感じてきたカンボジアのことを少しでも多くの人たちとこう共有していく、シェアをしていくっていうことだったらできるんじゃないかなっていう風に思ったんですね。皆さんはどう考えますか、どう思いますかっていう風に、たくさんの人たちと一緒に共有できた方がきっとより良いアイディアだって出てくるはずだっていうことで、この伝えるっていう活動を始めました。この4月12日にですね、ダイアログフォーピープルの初めての報告会、取材報告会となるイベントを行わせていただきます。で今回はですね、中東でイラク、シリアを長年取材してきた中で、今現在その現地がどういう状況になっているのかということを皆さんに報告するとともに、じゃあ今後私たちには何ができるだろうかということを一緒に考えていけたらなと思っています。